1988年シルバーストン 1000km ザウバーシー、旧は1987年スイスのペーターザウバー率いるザウバーチームにより WSPC への参戦を目的にグループ C 規定で製作されたレーシングマシン前年型の C8 の発展型であるメルセデス製サイチェ C4973ccv 型8 キトーツインターボ M117HL を1988年まで搭載し、1989年からはヘッドをアルミニウム化した DOHC エンジン M119HL を搭載。エレクトリックコントロールユニットは、M117HL 時代は、ボッシュ製 MP1.7、M119HL では、MP2.7 を使用した。 エアロダイナミクスの面では顕著な対策が施され、低速コースのニュルブルクリンクから超高速コースのルマンまでボディの外観が変わらず、予選と決勝でも使い分けしなかった。あえて高速コース用のボディを用意しなかったにも、かかわらず1989年のルマン24時間レースでは、決勝レース中に最高速度時速 400km を記録した。車種は、 レオレス設計のアルミニウム製モノコック。短期間に開発でき、堅牢で耐久性に富んでおり、メルセデスベンツ製 V 型8気筒 4973cc ターボエンジンの大出力を生かせたが、WSPC ではカーボン製モノコックを持つ TWR ジャガーのマシンが活躍しており、デビュー当時すでに少し古臭いマシンであった。 ダブルタイトルを獲得した1989年には、ジャガーの他に、日産、トヨタ、アストン・マーティンが、カーボンモノコックのマシンを登場させており、アルミニウム製モノコックのマシンは他にポルシェとマツダだけであった。1989年のシーズン終了後、ベーター・ザウバーは、マシンは、コンベンショナルで、デザイン的には、非常に古いものだと語っている。 1989年のルマン24時間レースの優勝クルーであるスタンレー・ディケンズは C9 についてエンジンは強力、ハンドリングは高速コーナーでは良いが低速コーナーで神経質。乗り心地は振動が多く、そのためチームはマッサージ師を用意し、マシンを降りるたびにマッサージを受けていたと語っている。それにもかかわらず C9 が1989年に圧倒的な 結果を残すことができたのは、メルセデスが開発した核、コンピューターシステムとマシンの信頼性の高さによるところが大きい。デビュー年の1987年こそメカニカルな理由によるリタイアが多かったが、1988年にはメカニカルトラブルによるリタイアは、62号車がブレーキトラブルでリタイアした富士での一度のみ。1989年には、 メカニカルトラブルによるリタイアはゼロとマシンは高い信頼性を見せた。トランスミッションはヒューランド製 v g c をベースに改良したもの。ブレーキローターは1989年からカーボン製。タイヤは当初ミシュランを使用したが、1988年のルマン24時間レースではバーストにより撤退に追い込まれ、1989年のディジョンでは 勝利を失う直接的な原因となっている。1988年シーズン前半にザウバーチームのドライバーだったジェームズ・ウィーバーはマシンの性能にタイヤが追いついていないと語っている。この問題は1990年になってチームがグッドイヤーに銘柄を変更することで解決を見た。テレメトリーシステムもボッシュ製。マシンには36個のセンサーが取り付けられ、 0.8秒ごとにピットに情報が送信される。テレメトリーシステムとは別に故障の早期発見を目的としたデラブと呼ばれる高密度データアナライズシステムが装備されピットストップ時にデータを取り出せるようになっていた。また各レース前にはコンピューターでマシンセッティング、レースのシミュレーションを行っていた。WSPC シリーズ第4戦シルバーストーンでデビューした。 結果は、リタイアに終わったものの、予選で、ポールポジションのワークスポルシェと0.06秒差の2位に、入りポテンシャルの高さを示した。その後第5戦ルマン、第6戦のリスリンク、第8戦ニュルブルクリンクに出場し、予選でこそ速さを見せるものの、足回りのトラブルが多く完走はできなかった。1987年最後の出場レースのスパフラン・コルシャンで、 初のポールポジションを獲得。決勝でも6周遅れながら7位で、初完走した。他にドイツスーパーカップにも出場し、第5戦ホッケンハイムで、ジャンルイシュレッサーが優勝、マイク・サックウェルも3位に入った。メルセデス・ベンツは公式に、モータースポーツ活動再開を宣言し、チーム名も、チームザウバーから、チームザウバー・メルセデスとなった。ただ、 1988年は、メルセデスのレースエンジン部門の人員は8人、ザウバーの工場スタッフは15人とまだまだ小規模の体制であった。WSPC 開幕戦ヘレスでいきなり勝利を挙げ、以降、ジャガー XJR-9 と激しくシリーズを争うことになる。しかし、第5戦ルマンでは予選中にミシュラン製タイヤが原因不明のバースト、 安全性を重視し、決勝レースは撤退する。ルマン以降も参戦を継続し、第10戦富士でザウバー・メルセデスとしては、初来日する。この年は、全11戦中5勝を挙げるが、ドライバー、チームともタイトル獲得はならなかった。しかし、ルマン後の6レース中4レースで勝利しており、シーズン後半、C q はジャガー XJR-9 を凌ぐ、結果を残している。 この年も、ドイツスーパーカップに参戦し、シュレッサーが参照を挙げチャンピオンに輝いた。ザウバー・メルセデスは、それまでのスポンサーカラーを改め、ドイツのレースマシンの代名詞とも言うべき、シルバー・アローを復活させた。シルバー・アロー初レースの WSPC 開幕戦、鈴鹿では1の2フィニッシュの干渉を遂げた。この年 WSPC シリーズからは外れたが、 世界三大レースの一つでもあるルマンにも優勝。メルセデスにとっては37年ぶりのルマン制覇であり、ルマン史上最大の番号を付けた優勝者となった上、レース中に最高速度時速 400km を記録。これは1990年より U エ DL が分割されたため絶対に破れない記録として残った。WSPC では8戦中7勝と圧倒的な力を見せ、 チームドライバーのダブルタイトルを獲得した。メルセデスは WSPC 開幕戦の鈴鹿にメルセデスベンツ C11 と共に C9 を2号車として1台エントリーさせた。しかし1号車は予選でスピンし C11 が使用不能になったためレースには2台の C9 で臨むことになった。1号車はグリッド上でガソリン漏れを起こし ピットスタートとなったが、最後尾から追い上げて優勝。二号車も2位に入り、C 級最後のレースを完璧な勝利で飾った。ありがとうございます。